さあ、母子ともに絶好のコンディションの中、胎児循環グランプリ始まろうとしています。実況は私ネコーと、解説はネコモリさんでお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、こちらはスタート地点の胎盤です。胎児側から細動脈を通って各選手ピットインしています。ここで母体から酸素の供給を受けるわけなんですが、胎児側のヘモグロビンは大人とは少し違うようです。これはどういうことでしょうか、ネコモリさん。胎児だけが持つ特殊なヘモグロビンですね。酸素が少ない状況でもスムーズにやり取りすることができます。なるほど、胎盤内は酸素がたくさんあるわけではないので、そのための工夫ということですね。さあ、母体から受け取ったこの酸素を重要臓器にいかに早く、そして多く届けるかが問われるこの胎児循環グランプリ。猫森さん、続いてコース説明をお願いします。全身に酸素を届けるために、まずは心臓に早く到達することがポイントになります。なるほど、まずは心臓と。その先はどうでしょうか。心臓から脳、そして全身に向けて酸素を運びます。脳は酸素をたくさん消費しますから、ここもいかに早く効率的に届けられるかが重要になります。わかりました。酸素を運び終わった後のコースはどのようになるでしょうか。そうですね、酸素を補給するためにゴールの胎盤を目指していくことになります。胎盤に向かう分岐はこの部分にありますので、このように進んで胎盤を目指します。内臓や下肢の方に進んだ選手は一度下大静脈に集まってぐるりと回っていく必要がありますね。なるほど。さあ、そうこうしているうちに各選手酸素の供給が済んだようです。いよいよ胎児循環グランプリスタートです。各選手最静脈を通り一斉に心臓へ向かっていきます。まず待ち構えているのは肝臓ですが、どう進むのか。おっと、これはどういうことだ。肝臓をすごい勢いでスルーしています。静脈管という特殊な血管を通って肝臓をスルーしていますね。母体の肝臓がしっかり働いてくれているので優先度が低いわけです。今お前にやる酸素はないんだ、まさにそう言わんばかりの走りっぷりです。さあ、肝臓を抜けて大きい血管である下大静脈へ合流します。下大静脈といえば心臓へつながる最も大きな静脈ですね、猫森さん。そうですね、ここで全身を回ってきた選手たちと合流して一緒に心臓へ向かうことになります。なるほど、ここから心臓まで一直線です。さあ、早くも第一陣が心臓の右心房にたどり着きました。各選手次の部屋である右心室に向かって行かない。あー、壁を突き抜けた。左心房へショートカットしているようです。これはどういうことでしょう。本来次のコースは右心室です。卵円孔を通ってのショートカットですね。本来は右心房から右心室、肺動脈、肺、肺静脈、左心房という肺をめぐる大事なコースなんですが、胎児は肺呼吸していませんから、行っても酸素の補給ができない無駄なコースという判断ですね。なんという冷徹な判断だ。酸素を無駄にしないため心臓の壁すらショートカットしています。さあ、卵円孔を通って左心室へ。ここで各選手スピードを上げて脳、そして全身へと酸素を届けます。驚くべき速さでした。しかしね、小森さん、すべての選手が卵円孔を通るわけではないようですね。そうですね、右心室へ向かい、そこから肺動脈へ向かう選手もいます。やはり肺は無視できないということでしょうか。卵円孔ショートカットを通らなかった選手たちの動きを見てみましょう。セオリー通り右心室に向かい、スピードを上げて肺動脈へ。そこから肺へ向かっていきますが、おっと、何でしょうかこの血管は。我々にはない血管が肺動脈から大動脈へとバイパスをつなげています。動脈管ですね。肺を通っても酸素を補給できないので、スルーして大動脈、そして全身へ向かう血管です。なんということでしょう。またしても肺をスルーしています。そして各選手酸素を待ち望む各組織へと旅立っていきました。ここまでの走りいかがでしょうか、猫森さん。そうですね、貴重な酸素を運ぶためのいろいろな工夫を見ることができたと思います。その通りですね、素晴らしい走りでした。この後の展開はどうなるでしょうか。
もう一度酸素を補給するため胎盤に向かうことになりますね。なるほど、家に帰るまでが遠足、胎盤に戻るまでが胎児循環であります。もう一度コースを確認しましょう。はい、赤は現在までのコースです。胎盤を出発し静脈管を通り肝臓をスルー、心臓で卵円孔を通り大動脈から脳や全身へ走りました。また卵円孔を通らず右心室から動脈管を通り大動脈というコースもありました。青がこれからのコースです。脳に向かった選手はこちらから、内臓や下肢に酸素を届けた選手はこのようにぐるりと回った後再び大動脈へ合流して胎盤を目指します。ありがとうございます。レースは終盤に差し掛かっています。さあ大動脈地点のカメラに戻りましょう。酸素を届け終わった選手たちが大動脈をぐぐぐっと下に降りていきます。見えてきたのは胎盤に向かう最後の分岐です。細動脈ですね。カーブが非常に多い難所です。これこそが細動脈、胎盤へ向かう最後のカーブ&ループです。さあ各選手ラストスパート、酸素を渇望する選手たちが胎盤という母なるオアシスに帰っていきます。そして今ゴールイン、全身に酸素を届けた選手たちの表情をご覧ください。素晴らしい走りでしたね。そうですね、少ない酸素をいかに早く届けるか、究極の走りを見た気がします。しかしホッとするのもつかの間、次のレース用に続々と酸素が供給されていきます。選手たちの戦いは胎児出生のその瞬間まで続きます。次回のレースにもご期待ください。猫森さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。